青木由美と佐々木千秋の愛され召し上がれ。こんばんは、料理カウンセラーの青木由美です。皆さん、女優の佐々木千秋です。さて、この番組愛され召し上がれは、婚活は料理、レシピ作りとカウンセリングからをコンセプトに、料理カウンセラー青木由美さんが運営されていらっしゃる愛され召し協会での活動をベースに、ラジオを聴きの皆さんに分かりやすい婚活の方法、いろんなお料理のレシピ、最新調理器具情報など、料理と婚活などアラサー女子目線のトレンド情報満載な番組となっております。この番組を通して婚活、料理、女性らしく生きるヒントみたいなものをお届けできればと思ってますので、気軽に、そして周りの方の、婚活適齢期の方がね、いらっしゃれば、その方のお顔を思い出しながら聞いていただければと思います。今、結婚適齢期というね、お話出ましたが、結婚雑誌のゼクシーによりますとですね、女性が考える男性の結婚適齢期のトップって30歳。なるほど。はい。で、理由としては、仕事でも一定レベルのポジションにつける時期であるのとか、あとお金とかも余裕が出てくるから、あと仕事も安定して切りのいい年齢な気がするなど、仕事収入面での安定を上げる人が多いんだそうです。で、逆に女性の適齢期、これ27歳がトップで、こちらは、新婚生活をある程度楽しんで、出産のことを考えるとちょうどいいかなというところと、出産育児を考えるとなど、出産や子育てについて考えた結果という人が多いようなんですね。この結果について、由美さん、お考えはいかがでしょうか？私はですね、結婚適齢期って別にいつでもいいんじゃないかなって思うんですね。はい。それこそ女性はね、30歳までには結婚しておくべきかなとか、ね、まだ結婚しないのって言われるような方っていうのもいると思うんですけれども、具体的に年齢で縛って適齢期って自分で決めつけちゃっている方が多いんじゃないかなと思うんですよ。そうなんですね。実際にね、結婚した人たちの、初婚の年齢って実に様々ですし、1回目の結婚にね、満足できなかったっていう方でも、再婚によってハッピーをね、掴んでる方もたくさんいらっしゃいますので、それこそね、結婚適齢期ってその人の人生によってそれぞれ変わってくるものですし、私のところのレッスンに通っていただいてる方でもですね、それこそ30代の方も40代の方も50代の方もいらっしゃいますので、結婚適齢期って自分で決めればいいんじゃないかなって思ってます。なんと心強いお言葉ですね。私の今ね、心臓は、よかったと本当に本当しておりますよ。よかったです。はい。本当にね、青木さんがおっしゃってたように、やはりこう周りから言われることがどんどん、やっぱ30歳を超えてから言われることが多くなってきちゃってて、増えちゃいますよ ね。こうなかなか自分はまだそんな感じじゃないんだけどなって思いながら、こう周りの気持ちをね、考えると、そろそろなんだろうかなんてね、ちょっとね、結婚してるお友達を見て、羨ましいななんて思ったりもねしちゃってたんですが、本当にそれぞれなんですよね。そうなんですよ。やっぱり結婚ってこう、誰かと一緒に幸せを分かち合うっていう手段であって、目的自体は幸せになることというか、幸せを分かち合うことなので、目的と手段がね、入れ替わってしまうと焦っちゃうんですよね。そうですよね。確かに。周りが結婚してるからとか、周りから言われたからっていうのではなくて、何のために結婚したいのかっていう方が大事じゃないかなと思ってます。ちょっとそれ私考えていこうと思います。なんで結婚したいんだろうっていうのを考えながら今後頑張っていきたいと思います。やっぱね、結婚しなくても幸せな人生ももちろんありますし、結婚しても幸せは、もちろん得られますし、自分で決められるのが一番ですよね。ありがとうございます。勇気をいただきました。ということでですね、世の中は6月ジューンブライドということなんですが、我々は本来の進行の方に戻らせていただきまして、最近はお書きになられたエッセー、愛され飯で幸せな結婚を引き寄せるが、第6回料理レシピ本大賞 in Japan にノミネートされた、今注目の婚活料理のエキスパート、料理カウンセラー青木由美さんの略歴をご紹介させていただきます。青木由美さんは千葉県のご出身で、調理師専門学校を卒業し、調理師免許を取得。その後、専門学校でアシスタント、講師としてご活躍の後、2012年に起業されました。料理はコミュニケーションと考え、料理の作り方だけ教えるのではなく、料理を作る時間管理術、
冷蔵庫の中身で料理を作れるようになる調理理論を指導され、全く新しいスタイルの婚活方法を提案する愛され飯を確立されました。現在は食を通じて女性が心、時間、経済の豊かさを得られ、安心して子育てができる日本の未来のために活動中でいらっしゃいます。先ほどご紹介いただきました愛され飯で幸せな結婚を引き寄せるにも書かせていただいておりますが、料理を通じて婚活、恋愛、親子関係などについて、はい、普段の生活の中でのさりげない気づきのヒント等についてをお話ししていきたいと思ってます。そして私と一緒にパーソナリティを務めていただけるのは、女優でタレントの佐々木千秋と申します。現在は佐藤製薬様、リゾン様ほか CM をはじめドラマや映画を中心に活動させていただいております。そしてここ市川うらら FM さんで言霊アラカルトファントレタイムという番組でもレギュラーパーソナリティを務めさせていただいておりますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。それではまず初めのコーナーは、今日からあなたも簡単料理人のコーナー。このコーナーは意外と皆さん今更聞けない、でもわからないからなんとなく自己流で済ましている、料理は作ってみたけどなかなか習いに行く時間がないなどですね、お悩みの方々に青木由美さんが料理上達の基本を丁寧に解説していただく、題して今日からあなたも簡単料理人のコーナーです。それでは由美さんお願いいたします。1ヶ月空きましたけれどもね、はい、前回のテーマはとりあえず10品作ってみるでした、うん、そうですね、少しずつレベルアップをするという内容を順番にお伝えしておりますので、はい、まあ、最初から知りたいという方はですね、 YouTube の映像再編集版をご覧ください。はい、愛され召し上がれで検索すると閲覧できますのでね。今回はですね、はい、まあ、少しずつ料理に慣れてきた段階のお話になると思いますので、テーマは失敗する理由を学ぶです。失敗する理由を学ぶ、千秋さんは、はい、料理の味付けに失敗したり焦がしたって言った時に、はい、なぜ失敗したんだろうとか、ね、なぜうまくいかなかったんだろうなんていう理由を考えて、はい、次回に向けて対策立てるとかってあります？正直あんまりないかもしれないです。ですよね。そうなんです。これが普通なんですよ。あ、そうなんですね。例えば、はい、お仕事だったりすると、うんうんうん、PDCA って言ってですね、はい、まあ、P、プラン、はい、Do、 リ、Do で実行という意味ですね、はい、C、チェック、まあ、見直す、A、アクション、まあ、次回に生かすというね、この流れを略して PDCA というふうに言っているんですけれども、はい、まあ、やっぱり料理もですね、同じようにうまくいかなかった時に、はい、なんでうまくいかなかったんだろうっていうのを考えて、はい、次にね、対策を立てるっていうのが実は上達の秘訣なんですよ。あ、それが上達の秘訣なんですか？なので、うん、失敗する理由を学ぶということなんですけれども、はい、ちなみにですね、はい、千秋さんは専門学校で料理を学ぶ学生さんって、1ヶ月に何回ぐらい実習してると思います？わかんないですけど4回くらい。なるほど、はい、うん、実際に実習している回数って、まあ、学校にももちろんよるんですけれども、はい、1ヶ月に10回ぐらいなんですよ。でも週に直すと2回くらいなんですね。そうです。そう考えるとちょっとあれ少ないかもって思いますよね。私もともと専門学校でねお料理を教えてたんですけれども、はい、専門学校に入ってくる生徒さんって、はい、まあ、中にはねプロの方ももちろんいますし、包丁をほとんど持ったことがないっていう方もいます。でそういう方がですね 1,2 年ぐらいで全ての基礎を身につけていくわけですよ、はい、この短期間でプロとしての基本を身につけるためには、はい、ただただ回数増やしていっぱい作るのではなくってですね、はい、調理理論というものを学んでるんです。そうなんですか。この調理理論に秘訣があるんですけれども、はい、この調理理論というのはですね、はい、なぜハンバーグの肉をこねなくちゃいけないのかとか、はい、なぜお味噌汁の味噌は火を止めてから入れるのかというような、まあ、理由みたいなところですね。そうなんですね。これを調理理論って言うんですけれども、はい、この理論を知ってると料理の失敗もしにくいですし、はい、失敗したとしても何が理由だったのかってすぐ分かるじゃないですか。確かに分かりますね。とは言っても、ね、学生さんみたいに全て勉強するって大変ですよね。そうですね。なのでせめてうまくいかなかった、失敗したって言った時だけ、はい、なぜ失敗したのかを調べるといいんですよ。なるほど。
そういうことなんですね。今だったら、はい、Google で検索するとですね、はい、答え出てくるんですね。え、そうなんですか。例えばですけど、はい、ね、お味噌汁おいしくない理由とか、はい、卵焦げた原因みたいな形で検索すると、はい、答えがどんどん出てきますので、次回同じ失敗しなくて済むようになります。なるほど。じゃあもう本当に、あ、失敗したな、まあいっかじゃなくて、ここで失敗した振り返るんですね。あ、大事なんですね。で、振り返らずにね、あの、食べられればいっかってやり過ごしてると、はい、次回また同じ失敗しちゃうことってあるじゃないですか。そうですね、ごもっともでございます。なので、この理由をしっかり学ぶことによって、はい、まあ、失敗繰り返さないので、どんどんできることが増えてきますから、料理に自信がついていくんですね。なるほど。これが上達の秘訣になっていきます。そうなんですね。まあ、あの、失敗する理由って、まあ、私自身はあまり考えないっていうふうに先ほど申し上げたんですけれども、やっぱりその失敗をした時にどうすればいいかっていう、こうちょっとちょっと直せる技みたいなところもなんとなく、ね、見えてきますよね。見えてきそうですよね、いや、これはそうなんですね。結構大事なことで、それこそ勉強していけば失敗しちゃっても、まあ、どうにかしてリメイクしたりとかリカバリーしたりっていうのができるようになるので、はい、ね、あの、失敗したまんま食べなくて済むようになります。そういうことですね。なんかこう失敗してはいけないと勝手に、あの、思い込んでしまうところがあって、こう冒険とかあんまり私しないタイプなんですね。なんですね。で、失敗してしまうと それで考えたりすればいいんでしょうけど、考えずにどんどんね、失敗してばっかりですもんね。そしたらね、ですね、私結構冒険しますよ。本当ですか。お味噌汁に生クリーム入れてみたりとか生クリーム、はい、入れてみたらどうなるんだろうっていうところをまず考えて、はい、で、あ、これなら大丈夫かなと思ってやってみるってよくやるんですよ。まあ、でも実際ね、それが失敗なのか成功なのか作ってみないと分かんないですもんね。そうですね。確かにそう考えたらね、失敗も成功のもとと言いますが、本当にまさにその言葉通りだなというような、やってみたらいいんですよ。そういうことですね。はい、ありがとうございます。こう、あの、失敗する理由っていうのは、まあ、本当に最初思っちゃいましたけど、失敗って大事なんだな。ただ失敗してもいいけど、次回、あの、失敗しないためにちゃんと振り返ろうっていうことを今日はね、教えていただきました。非常に身に染みましたよ。ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。皆さんの簡単料理人への道はまた少し前進できたと思います。そしてこのコーナー含め、この番組の模様は本日放送終了後約1週間程度で再編集映像配信版としてですね、 YouTube にもアップいたしますので、こちらもぜひしっかり YouTube の方チャンネル登録していただきまして、何回も再生しながらアップしていただきたいと思います。以上、今日からあなたも簡単料理人のコーナーでした。改めまして、皆さんお聞きの放送、愛され召し上がれ、担当は青木由美と佐々木千秋のコンビでお送りしております。さて、続いてのコーナーは緊急企画、食中毒にご用心ということで、あるサイトによりますとですね、これまでの傾向では寒いこう季節に食中毒の発生は少なくて、4月5月と暖かくなるにつれて、そして多くなり7月から9月にかけて夏場にですね、最盛期を迎えると言われていました。はい、しかしですね、平成18年暮れから平成19年初頭にかけて、今まであまりこう認知されていなかったノロウイルスによるこの感染症と食中毒が猛威を振るいましてですね、これまでは比較的安全とされていた11月から3月という冬季に多発し、近年保育園とか学校、高齢者施設でしばしば集団発生が起こりました。また厚生労働省によりますと、食中毒というと飲食店での食事が原因と思われがちなんですが、毎日こう食べている家庭の食事でも発生しているんだそうです。普段こう当たり前にしていることが思わぬ食中毒を引き起こすことがあるんだそうです。まあ、家庭での、ね、発生では症状が軽かったりとか、発症する人が1人とか2人とかっていうことが多いことから、風邪とか寝冷えなんじゃないかと思われがちで、食中毒とこう気づかれずにですね、重症化することもあるそうです。まあ、家庭での食事作りで食中毒予防のポイントをチェックしてみようということで、料理の専門家青木由美さんからご説明いただきたいと思います。家庭料理の場合はね、はい、あの、作ってその場で食べるって
ていうお料理になるので、はい、まあ、食中毒ってこう自分でも気づかなくていいってこと多いんですけれども、うん、あの作り置きのお弁当とかってやっぱり食中毒の発生の確率高くなるんですね、はい、まあ、まずはね料理をするっていうことの前に手洗いをしっかり行うことっていうのは大前提になるんですけれども、そうですよね、そしてねこの食中毒について知るっていうことも大切になります、はい、この食中毒の細菌なんですけれども、はい、実は水分、温度、栄養、この3つが大好きなんですね。そうなんですか。この3つが繁殖の必須条件になっていてですね、はい、大体こう温度ですと20度から、まあ、5、60度ぐらいで細菌が繁殖しやすくなると言われてるんです、はい、まあ人間でもねやっぱり20度からまあ5、60度ぐらいまでってこうお風呂とか40度ぐらいですから、そうですね、やっぱり一番適温なんですよね、はい、細菌も一緒のようでですね、なるほど、そういうことですね、まあ細かいところをねこう言っていくとたくさんあるんですけれども、はい、まあ、これからお伝えする3つ、これだけは最低限守っていただきたいというものをご紹介していきます、はい、まず1つ目、はい、作り置きのお料理、これは常温に置いておかずにすぐに20度ぐらいまで冷ますこと。これはまあ簡単に言うと冷蔵庫に入れるっていうだけでも全然いいんですね。あ、冷蔵庫に入れるっていう、それだけで大丈夫なんですね。常温に置いておくと冷めるまでに時間がかかっちゃうんですけれども、はい、冷蔵庫入れるとすぐに冷めてくれますので、まあ、菌が繁殖する時間が短くなるんですね。そして2つ目、はい、料理を温め直して食べるときには、はい、一度沸騰させてください。沸騰させる、これ電子レンジで加熱してしまうっていうことが結構あると思うんですけれども、はい、ありますね。電子レンジで加熱すると表面はまあ熱々の状態でも中まではあんまりこう加熱されてなくて、はい、ちょうど菌が繁殖しやすい温度になってるっていうことがあるんですよ。あ、そうなんですね。なのでできれば一度沸騰させることをお勧めします。はい、沸騰ですね。そして3つ目、はい、お弁当などの、まあ、すぐに食べないお料理は、まあ、半生っていうのはやめてもらってですね、まあ、特にこの時期は危険なので、はい、完全に火を通してください。火を通す、大事ですね。この3つを行うことでですね、はい、細菌繁殖を抑えて食中毒を防ぐことができますので、はい、ぜひねこの時期これから増えてくるものですので、ね、気をつけてもらいたいなと思うんですけれども、はい、まあ、お料理の方って結構意識が向くんですね、うんうん、そうですよね。ですが見落としがちなことがあるんですよ。お、これがですね、はい、食器洗い用のスポンジ。何ですか、スポンジ、これですね、はい、結構見落としがちなんですけれども、はい、あのスポンジはですね細菌繁殖しやすいんですよ。そうなんですか。で、とあるサイトによるとですね、はい、この食器洗い用のスポンジ放置している家庭だと、はい、あの手洗いの便座よりも細菌の数が多かったっていう結果が言われてるんです。結果まで出ちゃってるんですか、みたいなんですね。まあ、もちろん個人差はあるとは思いますけども、まあ、そうですよね、なのでこのスポンジなんですけれども使い始めてからきちんと洗ってたとしても、はい、約2週間ぐらいで汚れのピークと言われてるんですね、はい、ですので交換する時期なんですが、はい、2週間に1度がベストと言われてます。2週間に1度、結構頻繁ですよね。そうですね、まあ、このスポンジなんですけれども洗ってあと、まあ、あのお皿洗いとかねした後のスポンジって、はい、あの食材のこう洗った跡が残っていたりですとか、水分があったり、あとはお湯で洗うっていう方が多いと思うので、まあ、菌が繁殖する、ね、水分、温度、栄養、この3つがいっぱい入っていますので、はい、細菌繁殖に最も適している状態なんですね。確かに。ですので、まあ、毎回ね必ずスポンジをよく洗ってもらって、はい、でよく絞ったらすぐに乾かすようにしてください。なるほど。ちゃんとこうスポンジねちゃんと洗っててもやっぱりこう汚れのピークは2週間ぐらいがやっぱ目安かなというところなんですね、まあ、とは言ってもやっぱりねちょっともったいないなとも思うじゃないですか。そうなんですよ、ね、ですのでね、まあ、長く使いたいなって思ったらですね、はい、あのスポンジを、まあ、お湯でねこう食器洗いしていたとしてもこの温度をどうにかできますので、はい、水であの洗ってもらって、はい、でよく絞ってもらうとまずあの温度だけは下げることができますので、はい、これでちょっとは長持ちすることできます。そしてですね、はい、
よくあるのが、まあ、除菌スポン、あの除菌の洗剤使ったらどうなのって、スポンジ長持ちするんじゃないのって、あ、イメージとしては、はい、ありますね。ありますよね。このね、除菌洗剤販売してますけれども、はい、まあ、もちろん効果がとても高いんです、うん、なので使った方がいいんですけれども、スポンジ自体が傷んでくると、はい、やっぱり細菌が繁殖しやすくなりますので、除菌洗剤使っていたとしてもまめに交換する方が安全です。そうなんですね。これね、あっという間に最近見えないので なんかまだ使えるかな、綺麗かなっていう状態なんですけれども、はい、でも交換してた方が体のためにはね、いいですので。確かにこのスポンジ、意外と皆さんね、どうですか、ですよね、本当に見落としてた方、私は正直見落としてました。はい、と思います。はい、ネットでもですね、アンケートが出てきたんですけれども、まあ、スポンジどのぐらいで交換しますかっていうアンケートが出ててですね、やっぱり第1位が1ヶ月に1度、はい、ね、40%何%とか、うん、はい、で2週間に1度交換してる人は、だいたい 20% 弱ぐらいだったんですよ。そうでしょうね。そしてその下、1年っていう方も、1年、はい、まあでもやっぱこう男女問わずって考えた時に、もしかしたらあんまり使ってないからいっかって使置いてる方もね、いると思いますね、いらっしゃるかもしれないんですが、怖いですね、この、ね、びっくりしますよね。うん、まあ、洗い物をねほとんどしないなんていう方でしたら、はい、まあ、もう2週間よりももうちょっと長持ちするんでしょうけれども、でもなるべくまめに ね綺麗なものと交換してもらいたいなと思います。いやー、今回あの本当に、まあ、もちろんお料理ってやっぱり夏場って気をつけますよね。ただまあ本当にあの、まあ、冷蔵庫に入れる当たり前のことなんですが、これ常温に置いておきっぱなしにちょっとだったらいいかなって置いちゃったりするんですよ、お料理に関して。あとまああの沸騰、まあいっか、温まってれば殺菌されるしみたいなね、食べられるしって、ね、感じで思っちゃったりとか、あとまあ半生、火通すっていうのは結構ね皆さんしっかりやられてると思うんですよね。ただこのスポンジ、ここがですね、これね、怖いなというふうに思いました。ちょっとね、交換しっかりとしていこうかなと思いましたし、しっかりこう水を使ってね、長持ちさせるっていうのもね、大事かなというところで、すごく勉強になりました。良かったです。はい、皆さんもぜひね、あのご自身のね、ご自宅どうかななんてチェックしてみてください。以上、緊急企画、食中毒にご用心のコーナーでした。皆さん、なんともうエンディングの時間になってまいりました。今回の愛され召し上がれ、いかがだったでしょうか。この番組は毎月第2、第4火曜日夕方6時からお送りしておりますので、ぜひ次回放送もよろしくお願いいたします。青木さん、今回いかがでしたか。やっぱりね、今回食中毒についてって紹介していきましたけれども、まあ、これぐらいは大丈夫だろうって思って油断してるとね、危険ですので、はい、ちょっとね、こう細かい部分も気をつけてもらいたいなと思います。はい、そして私、青木由美の SNS、インスタ、フェイスブックなどにもですね、いろいろなコーナーでピックアップさせていただいたお料理の画像なんかもアップさせていただいておりますので、ぜひチェックいただければと思います。そしてこの番組では、お聞きの皆様のご感想、ご意見の方もお待ちしております。どうかこちらまでお願いいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com、info@plus-vox.com、 愛され召し上がれまでお待ちしております。それでは今回はこのあたりで、皆様のお相手は青木由美と佐々木千秋でした。またお耳にかかりましょう。では皆様、愛され召し上がれ。